これから歌風のセッションを始めます。プレイヤーの皆さんは自己紹介をどうぞ。イタチ族のウチハイタチだっち。モグラ族のトーマスだって。リス族の黒い小ヤギです。じゃあプロローグに入ります。何者かが暗闇にて話している。歌風の木を潰しかけていたのに奴らに邪魔された。俺も尻尾の王国を侵略するのを邪魔された。オロチ、アライグマ、キツネなど数々の悪意の精霊や自然生物が戦いを挑んだが、奴らの歌風の力にはかなわず、敗走した。我々に与えられた呪いの力、特殊能力も発揮できずにやられているしな。すまんな。我々なぜ負け続けているのか。それを考え、結論が出た。主人公補正だよ。それは。ここは歌風の遊女です。皆さん思い思い何かしています。というわけで何かしててください。じゃあ配信されたばっかのデュエルリンクスでもするか。スマホ片手にしてよ。リセマラ終わらん。さっさとアックスレイダー集めてろ。あなたたちがデュエルリンクスで遊んでいるとフィノシから伝え鉢が飛んできます。なんでテレパシー使えるのに伝え鉢送ってくるんだ。伝え鉢にも仕事が必要なんですよ。雇用を生み出している。テレパシー疲れるんだよ。多分、内容はいつも通り、何かあったので来てください。って内容です。大丈夫ですか？何かあったってトイレが詰まったとかじゃないですよね。それは我々じゃなくてクラシアン新クラシアンとか呼んでください。歌風は別に便利屋じゃないので。ある意味便利屋みたいな感じじゃないかな。そんなざっくりとした条件で呼び出し受けるんですね。法整備で忙しいのに。フィノ先生のところに行くってことでいいですか？来たよ。急に呼び出してごめんなさいね。あなたたちに使命があるの。尻尾の王国がまた襲撃されているらしいわ。まあたか、尻尾連邦共和国が。共和国にしないで、なぜだかわからないけど虚無であって GM である私が出したかったクマが暴れているらしいのよ。これ帰らない。やべえよやべえよ。クマは原始人に食われたはずでは。ネズミ族ではとても太刀打ちできないと書いてあるわ。書いてある。古事記にもそう書いてある。尻尾の王国から来た伝え鉢の手紙にそう書いてあった。というわけでクマを沈めてきてもらえないかしら。よし来た。クマなんて指先一つでダウンよ。こっちかな。ほんとそれな。否定できねえ。一応フィノ先生が知ってることもある。実はアライグマとか、それは嬉しい。月のアグマよ。無理無理。なぜ現れたのですか？それがわかれば苦労しないわ。いつ頃から？急に。なんで尻尾の王国が？シナリオ進めていけばわかるわ。お前何にも知らねえな。逆に何を知っているんだ？ただ、長尻尾部族のみんなにも助けを呼んだそうだが、川が氾濫して当分来れないそうよ。またカエル族か。川氾濫とかカエルだな。カエルといえば、フィノ先生カエルの国に写真を送ったんですって。なんてことを。お前のおとんやで。おとんまだ働いてるの？もう定年だろ。あいつ何歳なんだ？過去現在未来は呼ぶソトースの中で一つである。ってチェラシの年齢欄に書こうとしたら入りきらなかった。あとは、クマは蜂蜜大好きらしいわよ。最悪差し出して命乞いすれば、これで許してください。許してください。どうかお納めください。というわけで人数分蜂蜜をやろう。あとエムルンまでは急いで行くためにもノリウサギも用意した。乗っていくといい。というわけでノリウサギを一人一匹ずつ配ります。あ、黒い子ヤギは強制的にこれね。ここは、お前か。シャロか。チアちゃんか。シャロちゃんのメモに、カフェインを飲むと早くなる。って書いてあるんだけど。誰が書いたそんなこと。というかシャロはいつ使ったのリウサギだったっけ。あと今回新しい要素、特技を一つ試してみませんか。本来は希望が10以上ないと取れないんだけど、今回は無視して1個好きに取っていいよ。じゃあ私は突撃取ろう。いろいろあるね。電車とか面白そう。複数攻撃できるの。セットを2つに分けて。複数攻撃か。うん。俺は無理。俺は無理。というか、お二人は希望10超えてるんですね。なんだかんだやってるからね。カバウとか強いよ。ダメージ肩代わりできるんだけど、その上ダメージ半減できる。え、強ない。じゃあ私カバウ取ろう。体力一番低いやつがカバウのか。はい。まあ、見た目は一番ありそうだから。俺は異様にしよう。特技とか使ってなかったから今回はお試しってことで。まあ希望10ないと取れないからね。皆さんなかなかの歴戦ですな。どうしました？君と我々には埋めようのない差ができてしまったというわけよ。予定の違いでしょ。あと一回謎の運勢があった。東道の人のための運勢か。イタチに無双された。強かった。今回は少しばかり長い旅になるかもしれないわ。頑張ってね。はい、おやつはいくらまで？この世界の通貨がわからない。おやつはずっと口の中入れてる。リス族はずっと口に物を入れてるからモゴってゴビなんだっけ。あ、モゴ。思い出したかのようにゴビ。まったく。ちゃんとゴビはつけるっちよ。そうだべそうだべ。お前ら。ゴビット族はゴビないんだよね。ないよ。そんなことないゴビ。まったくだゴビ。ゴビオールゴビ。舐めとんのかって言われそう。ほら、さっさと行け。はい。クエスト1がやっと始まるぞ。君たちは騎乗動物にまたがった。一刻も早く目的地に着かなくてはならない。あなたたちは手綱を握りしめ気合の声を上げる。全力疾走だ。
全速前進だ。勇気プラス気丈か愛情プラス心はでどうぞ。どっちも少ないんだって。心はで、気丈。心はで。これは2回まで挑戦できます。2成功、2成功。ゼロだな。もう1回。2成功。じゃあいつも通りみんなの気丈動物の勇気プラス疾走をどうぞ。頼むぞシャロちゃん。ここは空を飛べ。飛ばすな。2成功2セット。2成功2セット。2成功ですね。幸先がいいな。騎乗動物たちは風のように大地を駆けています。ほらコーヒーだ。もっと速く走れ。ほら、耳が出しゃろ。あなたたちが騎乗動物に乗って走っていると、突然足元が揺れる。ちょっと待って。そしてボコボコと落とし穴とモグラが現れた。モグラー。次回へ続く。君たちの周りに赤い目をしたモグラたちが現れた。おう、ウタカベは穴に引っ掛けて退治するぜ。あ、モグラ族ちょっと強くしました。よかれと思って。やめて、心血？あと前にイタチが何もさせず倒したあいつも用意しといたよ。え、俺の同族だけじゃないの？あ、僕の知らない物語。よかれと思ってアングラー君を用意しました。あ、音声の時のやつか。え、何族何族？モグラ族。の悪意の精霊。結局モグラか。とりあえず皆さん勇気プラス冒険でどうぞ。それ、落とし穴のやつじゃん。そうだよ。いやー。ウタカベだから赤いダイス振ろ。いえ、2成功2セット。2成功。2成功。全員成功したか。あの時とは違うのだよ。違うのだよ。どの時とか知らないけど違うのだよ。アングラー1と大人モグラが2現れます。戦闘開始です。というかアングラーなんで復活してるんだ。消滅したはずだろ。戦闘開始前にアングラーからお達しがあるよ。ストーリーテラーを決めよう。そういやそうだった。リーダーも決めてないな。リーダーはどうせお前だから、愛情は二人が同じだから決めないと。小ヤギさんやっときな、友情上がるし。やったぜ。お前らちゃんと決めたってか。決めたぞ。じゃあ戦闘開始です。イニシアチブロールに勝っていい加減悪意の力を使うってよ。悪意の力もあるのか。そんなのあったんだ。イニシアチブロール。さて、アングラー君、やめるって、悪意の力をいい加減使いたいんだって。悪いな、俺はモグラをいたらぶっ飛ばすと決めてるんだ。トーマス、君の力を貸してくれ。どういうことだ。希望を1減らして特に、突撃、だ、押しよう。やめろ、そんなことしちゃいけない。トーマスの戦いの数値分だけ俺のダイスプールを増やす。俺の戦いは2だ、よって俺は12個のダイスを振る。何？嘘。そしてクリティカルコールを発動。やめるって、戦いはまだ始まったばかりだって。2成功なのでリロールします。すごい、6がいっぱいある。2成功、リロールします。どういうことだ。無理やり2個増やしているのに。遠くから見守ってるよ。リロール。あ、ようやく出た。6成功。え、アングラーは悪意が半分切りました。悪意の力使えません。じゃあアングラーに K プラス借りですね。やめろ、またアングラー1ターンで落ちるじゃねえか。モグラー相手に自信などない。そしてクリティカルコール。やめろ。私にまた、絶望を。ちょうど私のキャラシの武器欄に、スリって書いてあるので。はぁ、スリの頭でぶん殴る。リロール。2成功か、リロールっと。言うのでね、いくつだっけ。5ですね。4成功か、言ってよし。アングラーは白い霧となって消えました。二度とすら見せるんじゃねえ。スリでも食ってろ。あと2体残ってるんだっけ。モグラよ、盗賊だけど殺すでよ。盗賊殺しのトーマス。やめるって、やめるって。昔は強かった気がするのに実は体力4しかないんだって。我々はもはやドラゴンボール Z の時にブルー将軍とか出られても所詮は雑魚よ。タオパイパイとか鼻で笑うわ。J プラス借りてクリティカルコール。クリティカルコールか、なら大丈夫だな。あの時の俺とは違うはずだって。次行きます。まあまあまあ、まだ1回だから。次行きます。さっきから1がすっげー揃ってるんですけど。クリティカルしない方が強い。ああ。次行きます。次行きます。ちょっとトイレ行ってきます。飲み物取ってくる。行ってらっしゃい。嘘じゃん。まあ、ここしか触れないし。イタチさんイタチさん、何？ダイス貸して。いいよ。リロール。なるほどなるほど、お前か。ダイスのせいにするな。わかったわかった、お前か。ただいま。あ、イタチさんのダイスで出たよ。そういう。モグラは残り1匹になりました。強くなったなぁ。どうだった？出た出た。イタチさんありがとうございます。トーマス、戦いと狩りどっちが低いって？同じ、5個。戦いで殴るって。2成功。2成功なら普通に避けれるでしょ。クリティカルコールなんぞいらん。3成功2セット。2の出目が3つ、3の出目が2つ。It's complete リーフルハウス。さあ、次のターン。これモグラもう1匹いてもよかったなぁ。イニシアチブロール。5、1、まあまあまあ、イタチに狩りで殴る。あ、成功、何もせず、戦いで殴る。
ミッション成功3セット。クリティカルコールをしたいな。自動失敗です。モグラたちはやられました。消えてなくなれ。君にさっきのご一つも出てないな。いつもの。まあ、次に温存ですよ。いつもの質問を投げかけるか、モグラ仲間にする？なん、この程度の戦いでやられているようではこれからの戦いについてこれないだろう。初対面だしやめとく。というかアングラーはなんで蘇ってるんだ。悪意の精霊だからね。悪意の精霊は何度でも蘇りたいさ。願望なんですね。どんだけ恨み持ってるんだ。よくあるマップ移動した後戻ったら復活してるタイプか。ザコモンスターじゃないか。モグラを退けたあなたたちはノリウサギはオートエムルンに到着します。しかし門は固く閉ざされている。こんな近かったんだ。ウサギが失踪したからサラマンダーよりずっと早い。しかし扉は固く閉ざされている。我々だってやったというのに歓迎するムードがない。誰も兵いないんですね。中では何か騒ぎが起きているようだが開けてくれる様子はない。一体何が起きたのだろうか。まあ開けてくれないなら開ければいいんじゃないかな。というわけで扉を開けよう。懐かしいな。全員の勇気を合わせてください。勇気だけなのが辛いんだよな。前と同じく4成功です。みんなで合わせればいいんですね。ちょっと待って、2成功3セットですね。まあまあまあ何回か挑戦できたはずだから3回できます。1回目は単なる練習ですから。3成功2セット、きついなぁ。3成功、くっそー。扉は重くて開かない。よし帰るか。帰るか。日野先生、やっぱり開かなかったよ。僕たちにはまだ早かったよ。懐かしいなぁ、そこだけ。成長してないんよ、扉は開けられないんよ。原点回帰。押しとか引き戸かわからん。次回へ続く。扉開けられなかったということで、別の探そう。じゃあ異常なしってことで。帰るか。私たちの力をもってしても扉は開かなかった。しっかりとしたセキュリティだ。これはセコムしてますわ。中から騒ぎが聞こえるんだよな。あなたたちが他に入り口はないか探していると、大空高くから風を切り、鋭い鷹爪を伸ばし、赤い瞳の鷹が君たちに襲いかかってきた。鷹、いろいろ考えた結果鷹出したくなった。空飛んでますよね。飛んでますね。あとは任せた。あ、やべえやつだこれ。その姿は恐ろしくも美しい。というわけで戦闘前に知恵プラス仮で判定しようか。2成功、2成功、2成功2セット。やったね。皆さんは鋭い鍵爪の一撃を避けることができた。一手中で飲み屋ゾンバリの背面開始よ。首を少し横にするだけで避けるわ。首どこ。というわけで戦闘開始です。目の赤いタカ君です。こいつもワンパンじゃ帰ってくれないやつですか。目が赤いからね。イムシアチグロールじゃ。4、こっちも4。もう1回だね。5、2、くっそー。やったぜ、仮でイタチを殴ろう。やめとけやめとけ。8個も触れるぞ。5かよ。これは、3成功2セット。ちなみにタカの楽しい特殊能力を教えてやろう。仮での攻撃には 1D6-3 ダメージ追加されます。具体的にはモグラの穴に落ちたくらいのダメージがあるよ。クリティカルコール、舐めるなよ。タカがタカ不定だ。タカがタカ。はい無理。かばっときますか。まず追加ダメージ算出からかな。イタチさん 1D6 振って。ほら、最大値出たぞ。3追加だ。合計6ダメージですけど。かばったら半減ですよね。カバーを使用するのに希望1使うから計4ダメになるな。なるほど、テストミートだ。あ、死ぬの。俺まだ7あるから6食らっても1残るからそのまま食らっておこうか。それとも1回死んどく。とりあえずそっち食らってください。後で死ぬんで。うはぁ。高杖。だが、この痛み。苦しみこそが俺を強くする。じゃ、そっちの攻撃どうぞ。歌、え、戦い触れないし。歌いつつ触れるんですか。3つ、当然クリティカルコール。で、成功。我はこれでターンへ。いや、友情をくれ。さあ、リーダー頑張るって。2回復、リロールしよう。で、成功、リロール。2成功、これでいいや。タカ君は6個振るよ。6個も振れるの。3成功。これ回復しないで殴った方が早そうだな。二人で殺してくれ。私じゃ無理無理。仮で、クリティカルコール。ゼロですね、リロール。4成功か。どうします。十分十分。じゃあ4成功で、優しくスリを投げる。なんでスリを投げるの。3成功3セット。まあ食らったね。さてと、歌でクリティカルコール。いつの間にかさっきの激戦のせいで体力が半分に削れているが。激戦というかなんというか。リロール。竜のダイス6だっけ。ほんとでないよな。変更できればね。俺無双できるんだけど。4成功が出た。これで行こう。2成功、避けれない。よしよし、よし、ここで私が先手を。取れない。さあ、来いよ。さすがに次は小闇に借りて。来たな。3成功3セット。ならクリティカルするしかないな。リロール。
おお、クリティカルコールしてなきゃ4成功。しかも6が4つ。最後のリロール。おお、すごい6出る。トーマスさんの前でそれやめろよ。次、そのダイス使わせてもらうので。じゃ、死にます。じゃ、人形使うよ。6回復。6の出目を見せつけていくスタイル。よう、めっちゃ6出る。あ、歌で。ハイレイ成功。あとは任せた。俺は一人カラオケしてるから。一人で歌い始めた。余裕。ここは次の戦いに備えて、医療、使っとくべきかな。そうですね。私は血まみれで歌ってるから。そんな私がドクターストップ。攻撃の代わりに医療をしよう。J プラスが苦悶で振る。2成功2セット。これに 1D6 の出目足した分だけ希望を回復させる。普通に強いな。合計4回復。じゃ、最後私、仮でクリティカルコール。2成功ですね。2成功なら確定で避ける。8個振るからね。じゃあリロールしかないな。お、これは。8成功。8成功か。は、はぁ。タカはやられましたー。パトリオットミサイルをくらえ。俺が一人歌っている間にタカが倒されてた。で、希望を消費してタカを仲間にできるけども。結構です。スリデガン。羽を剥ぎ取ってアクセサリーにしてやる。アフリカの民族衣装みたいなやつにしよう。この歌風凶暴だな。とりあえず恵み層使って回復します。希望を HB4 回復。はい、1、8、3つ。でもクマ、使わなくていいや。いや強かったっすね。タカ強かったですね。くっそー、ソンマサヨシね。タカちゃう。タカ、ソフトバンクホークス、ソンマサヨシ。誰もわからん。思ったより遠かった。空からソンマサヨシが体当たりしてくるとか。で、皆さんがオートの周りを歩いていると、どっか空いてないかな。このままだと花火師に打ち上げてもらって上から侵入しないといけなくなる。そんなブリーチ的な侵入を。タカ仲間にしてたら上から入れました。そんなことか。でも我々にはシャロたちがいるし。浮気はね。焼き鳥食べたかったし。食べたのか。あなたたちは入れそうな場所を見つけたが、何か気配を感じる。 J プラス感覚でどうぞ。3成功必要で4回まで挑戦できます。じゃあ6あるんで振ります。はい、3成功終了。ダイス強くない？てっへん。続けて勇気プラス冒険でどうぞ。これは同じ人か。違う人がやってもいいよ。じゃあ一番多い私だな。これは2回連続で2成功が必要。いやいや、5個振って0成功とかマジでないよ。余裕余裕。そんなバラエティじゃないんだから。2成功。一瞬焦ったよ。3成功。ではあなたたちは無事にオートに入ることができました。さてと、グリーン王子が楽しいことになるかな。まさか。グリーン王子がとうとう悪意の精霊に。心置きなく殴れるな。二度とヒューマンビートボックスができない体にしてやる。貴様を倒すことにためらいはない。思い出もない。結構雑に扱ってたからな。特に喋る気がないからな。 NPC オートエムルンにはクマが暴れた痕跡が残っていました。ベロ、これは蜂蜜。間違いねえ、クマだ。そして王城の近くではグリーン王子と他のネズミ族たちがやられて倒れていました。他のネズミたち。墓はどうする？無縁仏でもいいか。割り箸刺しとけいいでしょ。まだ死んでないっちゅ。あ、生きてた。おはよう。おはようおはよう。お願いだっちゅ。クマたちを止めてくれっちゅ。ここで皆さん知恵プラス感覚で振ってください。賛成功。あなたたちはこちらに走ってくるクマとイタチに気づきます。次回へ続く。あなたたちへ向けてクマと目の赤いイタチたちが走ってきます。目をそらして逃げましょう。あれはきっとイタチ族とクマが鬼ごっこしてるんだよ。なるほど、ランクはマネーですね。クマは残念ながら目は赤くない。残念ながらってなん。目の赤いイタチが2体、クマが1体います。というわけで戦闘開始です。ちなみにさっきの判定失敗してたらグリーン王子はクマにくっ飛ばされてました。まあ、どっちにしろ中世間のものはいずれ出兵しなきゃいけないから。やめや。我が共和国に王族など不要。反落因子を残すからね。飛ぶ鳥跡を残さず。さあ、インチアティブロール。やったぜ、クマが動ける。ここは負けちゃいけなかった。クマはランダムに攻撃するぞ。すまんな子ヤギ。いや、戦いで攻撃だ。12個振るぞ。え、マジで。やっぱりクマってまともに出したら人が死ぬわ。5成功4セットだと。6成功じゃないと避けれないのか。まあクリティカルコールをしますが、まあ出るわけもなく。とりあえず一撃で死ぬから1になるまでリロールしてみたら、いっぱい振って1回しまう。うし、まだ参る。ラストコール、ジェッジメント。小ヤギ、今回小ヤギ死にまくってるな。さすがにヤバいでね。小ヤギに入場。はい。すまんな、スキルで回復するから。この後イタチ振りたくねえな。とりあえず仮でイタチに攻撃。あ、3成功。マジで、4つ振って3成功だと。クリティカルコール。4成功。リーダープレイ。は、
舐めるなよ。もう一機がトーマスに攻撃するけど、戦いと狩りどっちが遠い？戦い、狩り、撃た、連続だ、万能。じゃあ戦いで。に成功。それならクリティカルコールしなくていいかな。あ、小闇さん。ダイスを借りします。どうぞどうぞ。とうとう新しいダイスを雇う時だったか。そんな傭兵感覚で。に成功にセット。さあ、あなたたちのターンだ。クマは歌が通りやすいぞ。狩りは12個。へえ。歌も低いと言っても5個触れるけどね。とりあえずクマはそっち任せていい。任された。じゃ、俺はこのイタチどもを出征しよう。やめるっち。絶頂に歯向かうとどうなるか見せしめにしてやろう。お前は絶頂じゃないっち。戦いでクリティカルコール。2成功、2ロール。クリティカルコールをしてなかったら4成功。で成功、2ロール。2ロール。2人とも振るたびにちょっとずつ遠く行くのやめない。ヨーグレット食いながらこっち眺めるな。4成功、これでいいわ。避けれない。クマに歌で攻撃、クリティカルコール。6成功。ちょっと小闇さん、このダイス撃ってくれない。クマあー。クマは戦闘から脱落しました。じゃあなクマ、すげー。リロールしない。弱っているイタチに歌で。に成功。やられました。私の歌を聴いて死ね。じゃあ次のターン。1、勝てねえ、全然勝てねえ。リーダー。イタチに狩りで攻撃。に成功。クリティカルコール。に成功、開始。クリティカルコールしないで戦いで攻撃。さらに希望を削りダイスを増やす。突撃だ。6成功。顔面消し飛びそう。イタチはやられました。戦闘終了です。あー死ぬかと思った。クマ強い。35歳50センチがワンパンですよ。クマはルルブだと130センチあるからね。踏みつぶされるな。とりあえずのこぎりそう決める。俺も決めよう。7回復、9になった。7回復、全開。8に作っとく。4回復。いやー、すまなかったっち。でも自分でもなんで尻尾の王国にいるのかわからないっち。はぁ、舐めとんのか。スクナはどうした。スクナは、スクナなら氾濫した川の警備中だっち。でも一緒に警備してたワスナのに記憶がないっち。川に飲み込まれて死んだか。そういやエコナは、エコナなら城の中にいるっち。ウタカゼに救援を求めた後にイタチ族が王国に来たから救援と思って招き入れたっち。でもなんかクマも一緒にいてオートの中に流れ込まれたっち。あれ、クマが来たからウタカゼに救援求めたんでしょ。そんで救援かと思ったイタチ族とクマが一緒にいたんだから、それに気づいてしまったからにはクマをもう一体召喚するしかないな。やめて。勘のいいたちは嫌いだよ。まあなんというか、深夜にシナリオ作ってたから。そういえばクマは何か探してたように暴れ回ってたっち。蜂蜜でしょ。いや、ロビンを探してたかもしれん。クリストファーって。詳しくはおとなしくなったクマに愛情プラス心はできくといいかもしれない。ふるって、クマと心温まる会話を。クリストファーどこ。クリストファー、あやめてよクリストファー。おお、君は何声真似しながら喘いでるの。成功。迷いの森から蜂蜜が消えて、それは白いイタチにネズミ族の仕業と言われたクマ。白いイタチ。マシロウ。そう言われたクマ。クマクマクマ。クマ。たま。にゃあ。そういえば白いイタチと大きい虫もいたっち。それって全族長。一応長尻尾部族支配してたんだからわかるだろ。ちょっと記憶が曖昧で、ちょぼらんよぼに曖昧にいかよ。3期おめでとう。それにしても白いイタチって言われると呪いが思い浮かぶんですけど。そしてクマの足跡は迷いの森の方に続いています。迷いの森って言われると東方が出てくる。僕はスーパーマリオワールドですね。何も思いつかない。とりあえず迷いの森行けばええんやな。お願いでちゅ。どうか王国を救ってほしいっちゅ。前聞いた。よく言う。よく言うってなんだよ。シナリオの都合上言わざるを得ない。公式シナリオで王様になった後も言ってるし、グリーン王子。あ、グリーン王子公式シナリオで王子になるんだ。なるよ。だが残念だったな。こっちの世界線は違うんだ。もはや貴様は王族ではない。尻尾の国は共和制となった。まだ王子です。遅かれ早かれ。ね。ここで渡すワズのアイテム渡しませんよ。まあ、血止めそうです。どうぞ。こっちは仲間たちのためにも他の場所に蜂蜜探すクマ。蜂蜜ありそうな場所。ケロの海の家とかどうよ。住所書いとくから。あいつやたらと蜂蜜欲してたからな。あいつ倒すとドロップアイテムで手に入るよ。いない PC にやめろよ。そしてウサギたちは尻尾の王国まで全力疾走して疲れているので、ここで一旦休みます。じゃあねえ、こっちウサの世界にお帰り。もう叫んでいいんだよ。こうしてウタカゼたちは迷いの森へ向けて出発しました。次回へ続く。あなたたちの目の前には巨大な倒木が横たわり、行く手を塞いでいる。またかよ。なんとかして乗り越えなくては。忘れてるだろうけど、小闇はリス族だからプラス補正があるよ。忘れていたぜ、私がリスだということを。あ、もう。そうだっち、そうだっち、そうだべそうだべ。全員勇気プラス冒険でどうぞ。小闇は自動成功。
やったぜー。2成功。0成功。失敗しても一人までなら大丈夫。小ヤギが自動成功で引き上げてくれる。ファイト。一発。シナリオ作るときこいつリスナの忘れてた。ガチで忘れてた。なんでやもう。なんでやろな。そりゃ名前がヤギだし。小ヤギ小ヤギ言っててリスだと覚える方が無理な相談。巨木を乗り越えるとそこには鶏に乗ったイタチ族がいます。ブラシド。今回は上も見てみろ。今回は航空戦力も用意した。というわけで戦闘開始です。敵はカラスに乗ったイタチ。黒槍のブラストが1体。そしてプラシドが2体です。プラシドが2体。ごめんよアストラル。プラシドといえば、懐かしいですね。ああ、あれか。ああ。なんで思い出させたんですか。いや、思い出したから。ああ。黒歴史通り越して闇歴史なんですよ。とりあえずイニシアスブロールダッチ。チッチ。スローリー。チャージしたいけどしたら殺されそう。全員チャージだ。ならばやることは一つ。希望を消費してくるダイスを増やす。やめろ、プラシドに絶望を与えるんじゃない。そして当然クリティカルコール。2成功、拾う。6成功。プラシドが一体やられました。空飛んでる奴に借りてクリティカルコール。4成功か。体力は6。もっと頑張ってみますか、リロールします。ダイス6つで6成功は相当きついぞ。さっきダイス交換したからトーマスさんのダイスだし、根拠はないけどいける気がするんだよな。来る人間が違う。0成功だぜ、リロール。4成功。これでいこう。3成功。出目は良いんだけどな。空飛ぶイタチは残り2です。飛んでいる方にとどめさすか。イタチって歌低いよね。低いよ。歌でいこう。クリティカルコールで続行に振ります。2成功2セット。自動失敗。イタチは残り1体です。さあ、次のイニシアチブロール。ここは負けられん。チャージ攻撃が飛んでくる。頼みますよリーダー。6、クリティカルコールで続行25振る。戦いで攻撃。4成功4セット。それくらい出してやら。無理。J プラス仮のクリティカル。リロールします。トーマスさんのダイスどうなってるんだ、リロール。友情ください。友情使い回す。これで小ヤギヘの友情が3になった。負けるな。1。負けない。イタチさんからもらったこの1を無駄にするわけにはいかないのだよ。リロール。ほらな、4成功。3成功。出目はいいんだけどね。戦闘終了です。仲間には、森ヘお帰り、土ヘお帰り。次の選挙では俺にゼロ必要。目の前には君たちの数倍ほどの高さがある草がいくてを塞いでいる。草生えるわ。草深し。他に通れそうな場所はなく、全員で道を切り開くしかなさそうだ。さあ、協力だよ。全員の勇気で判定だ。扉より目標値は高い4だ。4だと？なんかここで失敗させようとしてるこのシナリオ制作者。まあまあ、この程度の草が我々に叶うとでも。ずっと一緒に冒険してましたからね。チームワークはバッチリですよ。俺一人で2を3つ出したぞ。あとはどっちかが1個出すだけば。3、4、6、6、スペシャル。チームワークいいなぁ。これ何回できるの？そんなことは書いてない。一発勝負だと？辛いなぁ。君たちの力をもってしても草はびくともしない。どういうことだ？アロエとか生えてたら無理。50センチの小ヤギよりはるかに大きい草だったのでしょう。今更だが50センチのリスってやばいよな。いろいろ食ったから。仲間とか。カサ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 と君たちの目の前に黒光りした赤い目のやつが現れる。イニシャル C ですね。英語で言うとイニシャル C。そうか、コカロウチか。さあ、全員勇気で判定してもらおうか。勇気。この場合の勇気ってあれですよね。うわぁ、ゴキブリだぁ。出る。上司。あ、0成功。0成功。あ、2めっちゃ出しました。おせー、0成功。じゃあ全員最初のターン行動不能です。ゴキブリは3体います。ジェットストリームアタックだー。まずはイタチに狩り。2成功。3成功。開始。強い。害虫不正が地球を舐めるなよ。続いてトーマスに戦いで攻撃。2成功。開始。最後は小ヤギに攻撃。0成功。外した。さあ、イニシアチブローグダッチね。6。何？まあ見てなって、小ヤギさんのダイスを狩りします。6。なんなんだこのダイスは。もう一丁6、いいなぁ。このダイスいいなぁ。私のダイスなんですけど。普通に戦いで殴る。2成功4セットか。拾う。3成功2セット、これでいいか。一体吹き飛びました。テラフォーマー一体。捕獲。J プラス仮でクリティカルします。体力3なら5、2つ出すだけでいいし。それができないからみんな困ってるんだよ。ほんとだ、2つしか出ない。4成功。もう一体吹き飛びました。丸めたすりでぶっ叩く。いない PC 武器にするのやめろよ。もうそろそろ来るかも。とりあえずそよいでいくか。3成功。
戦闘終了です。仲間にできるけどどうする？嫌だよ、バルさん耐えておこう。マジで帰れ。黒光りするあれを倒したあなたたちは迷いの森に到着します。そこには大きな白いイタチ、真白、そしてハガーがいました。アバドン、ナッツ、初めて歌風やった時のやつだ。は、はじめまして。お前も我々の仲間をやったやつか。どれだ、すまん、やったやつが多すぎて心当たりしかない。久しぶりだな、歌風どもよ。おっさぁ、何してた？虚無から再び生産されるのを待ってた。もしかしてイタチってフレンブー？フレンブー、フレンブー、同じイタチ族。俺たちはなぜ貴様らに負けたのかずっと考えていた。クリティカルコールがないから。それもある、だがそれ以外も理由を見つけたのだ。貴様らが集団なのにこっちが一人だったからだよ。まあ、たった一つのシンプルな答え。そこでこっちも手を組んだわけさ。そっちの虫とか。そう、アバドン君とね。でもそれだけじゃ心もとないから虚無にある動物を用意してもらったんだ。現れよ、我が下辺のクマたちよ。クマたち。次回へ続く。檻に入れられた赤い目をしたクマが3頭連れてこられます。オカピーポー、ちょっと待って、にでもないの。クマたちは悪意に染まっている。ここでは戦闘は避けられないかもしれない。そうか、蜂蜜か。愛情プラス心はで判定してください。やめろクマ、話せばわかる。な、な、2成功、2成功。すまんな。成功した人たちにはこんな声が届きます。蜂蜜食べてない？ずっと食べてない？え、クリストファー、ホームランダービー。攻撃の代わりに愛情プラス説得に成功で蜂蜜を渡すことができます。説得3しかないや。4。そもそも失敗して知らない。教えてあげなさい。蜂蜜欲しいんだって。マジかよ。というかさっき決めなかったっけ。もう1個ある。お、序盤に蜂蜜使うと積みかける欠陥シナリオだから。危ねえ。それをすることでクマは戦闘から離脱します。敵はクマ3頭と真白アバドンです。じゃあ戦闘開始。歌風の力で先手取る。知ってた。じゃないと死ぬ。そして説得。まあこれの真の目的は悪意の力を使いたいだけだから。クリティカルコールしてなきゃ成功。リロール、リロール。ここでなくない？全然出ない。あ、3成功、すごい。リロール、クリティカルコールしてない方が強い。入場ください。さっきからクリティカルコールしてなきゃってのばっかだな。懐かしいな、この感じ。友情使い回す。クマはまずいべ。に、リロール。わあ、ようやく出た。蜂蜜をクマの口の中にシュー。超エキサイティング。クマというわけで一匹蜂蜜むさぼっています。単にお腹空いてただけじゃないのか、これ。そりゃ監禁されてたし、檻とかいうアーティファクトまで使ってるし。そもそもどうやって檻に入れたんだ。虚無の力、何かあったら虚無のせいにしとけってフィノ先生が言ってた。説得、クリティカルコールします。成功。クマ、ほら、口に塗ってあげるよ。うまい。クマ、4つって微妙だよね。クリティカルコールしなくていいや、どうせ後でするし。無成功。クマ、なんてことだ。我がベンズラムクマが全部除去されてしまった。飯食わせないから。やっぱ蜂蜜決めないとね。合法蜂蜜持っててよかった。脱法蜂蜜ってなんだよ。俺の友人もこの前脱法蜂蜜の匂いで捕まったし。その人は蜂蜜業者じゃないだろうか。真白くんは呪いの力、絶望の風を使い回す。絶望よ。誰？サタンさん。真白の現在の悪意分10個ダイス振ります。え、そして全員狩りで避けてください。10個、しかも全体攻撃だと。4成功3セット。クリティカルコール、リロール。死んだ。クリティカルコール、食らいます。一応送りしますか。あ、6成功。何避けてんだよ。じゃあ続いてアバドン君。死んだふりしてるから、この攻撃が終わったら起こして、後で生き返すから今は死んでて。ゴッドイーターのリンク映像みたいに。でも早くしないとリスポーンするよ。アバドンは虫の弾丸を発動。全員狩りで避けてね。4成功。クリティカルコール、同じく。2成功、無理。さすがに2回目はないか。4成功、よし。私は死んだ。じゃあ2人に友情。4、5。さあイニシアチブロール。6、先手はもらった。希望を1消費してダイスを増やす。突撃だ。山札から登場したので突撃状態になるぜ。そしてそのまま真白にクリティカルコール。6成功。あの、体力半分切ると使えなくなるんですけど。避けられません。じゃあ真白に移動を。やめろっち、こっちのでかいやつを狙うっち。なんか仲間売り出したぞ。メインデッシュは後だ。仮でクリティカルコール、死ね。よし、肩は温まったな。ワンモアセ、リロール。この出目すごくない？おお、1、1、1、3、3、3。リロール、友情をくれ。頑張れ。あ、1、頑張る。なんか小屋に1しかもらってないな。
この一撃に全てをかける。友情をやるぜ。4、お、まだまだいける。お、4成功。やめろ、せっかくまた復活したのに。真っ白爆殺。同じイタチだとしても私と貴様は煙突ほどの差があるということさ。ま、真っ白、一緒に歌かでたを取るって約束したじゃないか。なんでそっち側が正義サイドっぽいことしてるんだ。歌でクリティカルコール。私は生まれ変わった。主に小ヤギのダイスのおかげで。果たしてそうかな。4成功。おお、体力削らなくていい。奇跡。アバドンは食らいました。だがまだ半分削れてないだろ。全体攻撃が来るぞ。仮で全体攻撃。2成功3セット。さて次のターンだ。はい、勝利。さてみんな希望 X5 4樹液。お前には聞いとらん。もう一個の歌風の力を使うか。全員希望を HB6 回復だ。やったぜやったぜー。アバドン座ってろ。何、全員回復できるのではないのか。お前は歌風ではない。5から9に。4から7。4から9に。そして希望を消費して突撃。そしてクリティカルコール。死ね、この虫野郎。ああ。2成功。1めっちゃ出てる。1が6個も出てる。すげえ。リロール。お、これは。10成功。はっはっはっは。じゃあとどめ刺しますか。仮でクリティカルコール。4成功。あ、アバドン。アバドンをすりで貫く。戦闘終了です。やったぜー。ああ、愛おしそうな目でダイスを見るな。強力なしもべを従え。貴様らを倒す予定だ。このままでは許さんぞー。と言って真っ白は白い霧となって消えていきました。はい、次回の挑戦お待ちしています。またのご来店お待ちしてます。そして森の奥から大量の蜂蜜の壺を持ったイタチ族が現れます。すまなかったっち。どうやら操られていたみたいだっち。蜂蜜は返すっち。そしてクマたちも蜂蜜を持って帰っていきました。オートに帰るとグリーン王子が出迎えてくれます。ただいま。お帰り。お前が4回。まだお前はこの国の主じゃないっちゅよ。まだ、ね。まだ、王政を撤廃して民主主義になったからね。真のリーダーは今後の選挙で決まる。何を言ってるんだっちか。まあ国の英雄ですからね。まず選ばれるでしょうね。世襲制とか古い古い。どうしてもというならお前らは象徴としてだけ残しといてやるから。やめろっちゅ。まあ。歌風には何度も助けられてるっちゅ。感謝はしてるっちゅ。どんどん借りが溜まっていくな。しかしまた真白が現れたとなると長尻尾部族のイタチたちが心配だっちゅ。歌風たちよ、どうかあの時みたく再び救ってくれないっちか。え、続くの。続くかどうかはわかりません。まあ、二つの尻尾族はもはや一つ。尻尾連邦共和国。するな。そしてそのトップたる私はこの身を呈して民を守る義務がある。どうも、あ、歌風やってたんです。スリさん大活躍だったよ。ほら、え、って武器かよ。ちょっと待って、武器かよ。え、近接武器俺って何。飛び道具もだよ。飛び道具も俺って何。ちょっと待って、どういうこと。スリの首輪と私の腕を鎖で繋げるぜん。そしてヨーヨーみたいに。ひどいな。さっきもちょうど虫の腹を貫いた。生きてる人を武器にするなよ。もっと剣とか棒ガンとか使えよ。剣とか棒ガンとかは使う技量がなかった。でもスリなら使える。使えねえよ。ご視聴ありがとうございました。これにて本動画は終了になります。いつも通りみんなからコメントもらっているのでどうぞ。本動画を作るにあたってお借りしたたくさんの素材元様、最後まで見てくださった視聴者の皆様、誠にありがとうございます。次回作はまた忍び神になります。見てくれると嬉しいです。